マリアノ・リベラはパナマ出身の元プロ野球選手。現役時代は MLB ニューヨークヤンキースのフランチャイズプレイヤーで5回のワールドシリーズ優勝に貢献した。MLB 歴代最多の通算652セーブのギネス世界記録保持者であり、史上唯一の得票率100%でのアメリカ野球殿堂表彰者。パナマ県パナマ市生まれ。父親は 漁船の船長をしていたが、暮らしは決して裕福ではなかった。初めてグローブを父に買ってもらったのは12歳の時である。少年時代には友人とサッカーで遊ぶことも多く、野球は遊びとして捉えており、プロになるという考えはなかった。高校卒業後、父の船でイワシ漁やエビ漁の手伝いをしながら、アマチュアの野球チームに所属していた。 1988年当時のポジションは遊撃手であったが、ある日チームの投手があまりに不調であったため、自ら志願主代役としてマウンドに立った。このことがきっかけで彼は投手に転向することになった。投手として本格的な指導を受けたことがないにもかかわらず、時速 140km の球を投げるリベラを目にしたニューヨークヤンキースのスカウトは、 将来性に期待し彼をトライアウトに招待することに決めた。偶然にも、その1年前、ヤンキースの別のスカウトが遊撃手としての獲得を見送っていたため、投手としての彼をスカウトすることになったという事実は、ヤンキースの編成部内に驚きをもたらした。母は、プロ入りに反対であったものの、父の後押しを受けて1990年2月に、 ドラフト外でヤンキースに入団。1990年はルーキーリーグで52イニングで防御率0.17の高成績で1991年からは先発投手として起用される。1992年には右肘の内側側腹靭帯を痛めフランク上部の失刀で右肘のクリーニング手術を受ける。 1995年5月23日のアナハイム・ウェンゼルス戦でメジャー初登板発、先発するが3.1イニング後失点と打ち込まれ、チームは0から10で敗戦を喫し、試合後にマイナーへ降格となった。当時のリベラは、打者にとっては打ちづらいスムーズな投球フォームこそ高く評価されていたが、最高球速が90マイルパーアワー前後で、 変化球もそこそこと、やや物足りない投手だった。スタミナの不安を理由に9月からはリリーフへ転向し、19試合の、うち10試合に先発登板し、5勝3敗を記録した。1996年は、抑えのジョンウェッテランドへつなぐ中継ぎとして61試合に、登板して107.2インニングを投げ出す三振は130、防御率2.09を記録した。 チームは15年ぶりにポストシーズンへ進出し、リベラは8試合に登板して、自責点は1。1996年のワールドシリーズ優勝に貢献した。中継ぎ投手として、初のサイ・ヤング賞の期待もあったが、その投票では、パッド・ヘントゲン、アンディ・ペティットに次ぐ3位に入った。1997年は、ウェッテランドが、 テキサスレンジャーズへ移籍したことに伴い、その公認として、クローザーに配置転換されたが、開幕後6回のセーブ機会のうち4回を失敗。一時は、自信を喪失していたが、監督の上通りと、投手コーチのメル・ストットルマイヤーらから励まされて、立ち直った。代名詞のカットボールは、偶然をきっかけに習得されたものであった。抑えを任されるようになって、 数ヶ月したアルビブルペンで、ラミロ面倒さを相手に投げていた際、ストレートのつもりで投げたボールが面倒さから見て、右にスライドしていった。数日後、デトロイトで、キャッチボールをした際にも、ボールが右にそれる癖は抜けないままだった。そこで二人で話し合って、試合で投げたらどうなるか試してみようということになった。抑えとしての初年度は、最終的に、 リーグ2位の43セーブを記録した。しかしポストシーズンでは、クリーブランド・インディアンスとのディビジョンシリーズ第4戦では、サンディー・アロマージュニアに同点となる本塁打を打たれ、結局チームはこのシリーズで敗退した。1998年の春季キャンプ中、監督と投手コーチと何度も話し合い、プレイオフでの失敗を引きずるなと言われ、気持ちを切り替えて、シーズンに臨んだ。 4月5日に右足の付け根を痛め15日間の故障者リスト入りとなるも36セーブに防御率1.91を記録ポストシーズンは10試合に登板し無失点の活躍し1998年のワールドシリーズ優勝に貢献した1999年レギュラーシーズンはリーグ1位の45セーブ ポストシーズンは8試合に当場にし、無失点。2000年、リーグ4位の36セーブ。2001年2月には4年総額3999万ドルで契約延長した。この年、1986年に、デイブリゲッティが記録した、球団記録の1シーズン46セーブを塗り替える、50セーブを記録。ポストシーズンでも好調を維持し、 アリゾナダイヤモンドバックスとのワールドシリーズ第5戦まで10試合に、登板、14.2イニングを投げて2勝5セーブ、防御率0.61と、ほぼ完璧な投球を見せていたが、第7戦では、2から1とリードした8回からマウンドに上がりながら、9回に、自身のフィルダースチョイスなどでピンチを広げ、トニー・オマックに、同点的樹打、さらにルイス・ゴンザレスにサヨナラアンダを打たれ、 敗戦投手となった。リベラにとって、ポストシーズンでの敗戦投手となった、唯一の機会であり、またこれによって、ポストシーズンにおける23連続セーブが途切れた。2002年は、右肩の故障で3度の故障者リスト入りを経験し、46試合の、登板で28セーブとクローザー定着後最低の、成績に終わったが、5月9日に、 通算225セーブ目を挙げ、デイブリゲッティの持つ、球団通算セーブ記録を更新した。2003年は股関節の故障で開幕を、故障者リスト入りで迎え、シーズン初登板は4月30日と出遅れたが、その後は故障者リスト入りすることもなく64試合に登板し、防御率1.66で40セーブを記録。 ボストンレッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズは、第7戦の延長を11回までも連れ込み、アーロン・ブーンの劇的なサヨナラ本塁打で幕切れとなったが、歓喜のあまりマウンド上で倒れ込むリベラの姿が、ファンに強い印象を与えた。シリーズ MVP を獲得。この年のポストシーズン全体でも16イニングを1、失点だった。 2004年開幕前の3月に2005年から2年、総額2100万ドル。3年目は、オプションの契約を結んだ。この年、53セーブで、最多セーブのタイトルを獲得。ディビジョンシリーズで、ヤンキースが、ミネソタツインズを破った直後、議定であるビクター・ダリオ・アビラとその息子がプールに落ちて、北た、送電線による、関電事故で亡くなったという不報が届いた。 リベラはすぐさま母国パナマへ帰国し、葬儀に参加。自家用飛行機で引き返し、ニュージャージー州の空港へ降り立ち、ニューヨーク市警察のパトカーの先導で、ヤンキースタジアムに着いた。ボストンレッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第一戦に、登板。セーブを挙げている。しかしこのシリーズでは4戦、5戦といずれもリードして、マウンドに上がりながら、 同点打を喫し、2試合ともチームは延長の末敗れた。ヤンキースはこのシリーズで、MLB ポストシーズン史上初となる3連勝からの4連敗を喫した。2005年は43セーブで、自己最高の防御率1.38を記録するなど、投球内容が良かったため、サイアング賞も期待されたが、投票数で、バートロコローンに次ぐ2位に終わった。 2006年7月16日のホワイトソックス戦で史上4人目の400セーブを達成。2007年開幕当初の4月は2試合連続でセーブ機会を失敗するなど7.1イニングを投げて9失点などと不審だった。しかし残りの5ヶ月はセーブ機会32のうち30で成功して防御率も2.26と復調した。最終的にクローザーになって 初めてシーズン防御率が3点台となってしまった。シーズン終了後の11月には2008年から3年4500万ドルで契約延長した。リリーフ投手として契約総額は B.J. ライアンの5年4700万ドルを下回ったものの年平均1500万ドルはビリー・ワグナーの1075万ドルを上回る史上最高額となった。2008年 肩の痛みを抱えながら投げ続けた。チームは14年ぶりにポストシーズン進出を逃し、シーズン終了後の10月に肩の手術を受けた。ニューヨークヤンキースのワールドシリーズ優勝パレードにて2009年6月28日のニューヨークメッツ戦でトレバー・ホフマンに次いで史上2人目の通算500セーブを達成した。またこの試合では9回表に、 フランシスコ・ロドリゲスから押し出し支給を選び、自身初の打点も記録した。46度のセーブが記録される機会で失敗は2回のみのリーグ最高のセーブ成功率で44セーブを記録した。2009年のワールドシリーズ優勝に貢献した。2010年オフに2年3000万ドルで再契約した。2011年5月25日のトロントブルージェイズ戦で、 史上15人目となる通算戦0相0試合を達成した。8月11日のロサンゼルス・エンゼルス戦で史上初となる9年連続30セーブを達成した。9月13日のシアトル・マリナーズ戦で史上2人目の通算600セーブを達成した。9月19日のツインズ戦で通算6 0にセーブ目を挙げ、 トレバー・ホフマンの601セーブを抜いて MLB 最多記録となりギネス世界記録に認定された2013年のオールスターゲーム2012年リベラは契約最終年ともありシーズン限りでの引退を示唆していたしかし5月3日のカンザスシティロイヤルズ戦敵地カウフマンスタジアムでの練習中に右膝を負傷ジェイソン・ニックスが打った打球を追いかけた際に ガイアフェンス前のウォーニングトラックに倒れ込んだ。病院への搬送後、全十字人体損傷と半月板損傷と判明し、シーズン残り試合とポストシーズンは欠場した。2003年から9年間続いた60試合登板と30セーブの記録が途切れ、不本意な成績に終わった。引退しさを撤回し、翌年の現役続行を表明した。 オフに1年1000万ドルで再契約した。2013年3月に同年限りで引退することを表明した。4月4日のレッドソックス戦で先発、アンディ・ペティットの後を受けて1年ぶりの復帰した。7月16日、自身13度目にして、最後のオールスターゲームに出場し、8回裏の1イニングを無失点に抑え、MVP を受賞した。 リベラの背番号、42。ニューヨークヤンキースの永久決番に2013年指定。2015年6月にイスラエルを表敬訪問にした。2019年1月、史上初の得票率100%でアメリカ野球殿堂に表彰された。トレバー・ホフマンの表彰の1年後のことであった。2019年9月、ホワイトハウスにて、 ドナルド・トランプ大統領より大統領自由勲章を授与された。ありがとうございます。